周目のでございます。今日の動画はですね、僕が打席中どんなこと考えてるかっていう動画になります。先日行われました MLB ドリームカップ1回戦の模様を見ていただければなと思います。まずはこちらをご覧ください。はい、状況としては最終回2アウトランナー1塁、点差は4点差で負けております。ドン、左中間のフェンスを越えツーランホームラン。スローをご覧ください。ストレート1本に絞って打ちに行ってホームランを打つことできたんですが、実はこのホームラン打てたのは前のバッターの沖田のおかげなんです。そのシーンがこちら。配球に注目してください。初球は外の変化球を見逃してワンストライク。4点差あるので沖田としては何とか塁に出たいところです。2球目、高めに抜けた変化球ボール。3球目、高めのストレートを打っていい当たりのファール。バッテリーとしては捉えられた感じなのですごく嫌な感じのファールだと思います。次の球がキーポイントなんですけど、いい当たりをされた後バッテリーの選んだこのストレート、結果デッドボール。一番自信のある球がこのストレートだったように僕は感じました。後に伏線となります。次は私の打席になります。全球ノーカットで、基本僕はゾーンで打ちに行くタイプのバッターなので待ち球は特になく、甘くなってきたとこを狙いに行ってます。高めに外れてボール。次も同じくゾーンで、2球目、こちらも同じく高めに外れてボール。カウントノーストライク2ボール。カウントがバッター有利になったのでストライクゾーンをギュッと絞って打ちに行こうと思っております。外のカット系の球だったと思うんですけど、ストライク、厳しい球だったので見送りました。次の球ですけど、まっすぐ1本に絞っております。いつもゾーンで打ちに行ってる僕がなぜストレートハリハリで打っていったのか、理由はこちら。ホームラン打った球なんですけど、投球する前ピッチャーをご注目ください。わかりましたでしょうか。スローでもう一度、首を振っております。ということで沖田の打席、いい当たりをされてなおまっすぐで攻めていくバッテリー、一番自信のある球まっすぐが来ると思い狙った打席でした。はい、ということで見ていただきました。僕は基本的なんですけど、あんまり待ち球決めて立つタイプのバッターじゃないです。まあその中で、まあ今の打席についてはいろんな伏線があって僕なりにこうじゃないかっていうことで張り球をバチッと決めて、まあ打てた打席になります。ネクストいる時から僕はいろんな状況を考えるようにして
してます。基本ですね、3つ僕は考えてます。まず1つ目なんですけど、その状況を把握して、実際僕が最高のパフォーマンスをするんであれば何かなっていう自分の役割について考えてます。例えば初回ランナーがノーアウト1、2塁とかなると、基本まあバントもあるかなとか、カウント整えばバスターエンドランもあるかなっていうのをネクストにいる時点でしっかりと考えるようにしてます。2つ目なんですけど、これはピッチャーの球種を頭にめっちゃイメージしてます。ストレートの軌道はこんな感じか、まあ、カーブスライダーの軌道はこんな感じか、あ、フォークあるんや、ツーシームあるんやっていうのを前のバッターに共有してもらって、自分なりに初見であればこんな感じかなって打席に立ってます。2打席目3打席目だとだいたいもう頭の中に入ってるので、その軌道をもとに打席に入るようにしてます。最後3つ目なんですけど、とにかくいいイメージを持って打席に入るようにしてます。そのいいイメージって何かっていうことなんですけど、これはですね、ホームラン打つ、ヒット打つ、違います。これはですね、最高の今できる自分のパフォーマンス、これは結果じゃなくて過程が僕は大切やと思ってるんで、最高の自分のスイング、これを心がけてます。僕もやっぱ長年野球やってる中、ホームラン打ったるで、ヒーローになったるでって思って打席に立った記憶もございます。まあその時に大半がですね、多分打ててない、やっぱよく出してしまうとスイングが大きくなったりとかっていうことで結果があんまり良くなかったイメージがあるので、僕は結果にとらわれず今できる自分の最高のパフォーマンス、それがスイングであるだけで、それを心がけております。やっぱり打席、まあ凡退することもやっぱりあるスポーツなので、凡退の内容を自分なりに納得したものにしたいなっていうのもありまして、まあ、悔いのない打席にしたい、悔いの残る打席にはしたくない、これだけでございます。ということでですね、今回僕が打席中どんなことを考えてるかっていうお話と、実は打席に入る前にネクストで考えてるっていうところのお話でもございました。今日の動画は以上となります。チャンネル登録、いいね、あとは私に何か質問等あればコメント欄でお気軽にいただければなと思います。それでは失礼します。動画をご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録よろしくお願いします。またジャスティスウェイのアカデミー開講中です。野球がうまくなりたい少年少女の皆様、動画概要欄からお問い合わせください。大人の方も OK です。それでは次の動画でお会いしましょう。さようなら。